では最初の質問ですが、芸妓さんにもね、立ち方さんと地方さんという、呼び名があるそうですけれども、これはどういったことを意味するのでしょうか。はい、立ち方というのは地のといたって踊りを踊る芸妓さんを立ち方と言います。地方は今みたいにお三味線とか歌をする芸妓さんを地方と言います。では市高さんは、地方さんになられるわけでしょうか。みんなお稽古はさせていただいているのですけど、うちはまだ立ち方ですね。基本的には踊りを主に踊らさせていただいてます。人が少ない時とか白塗りでお三味線をしてほしいって言われた時はたまに触らさせてもらってます。ありがとうございます。なかなかでも貴重な機会ということでありがとうございます。では次の質問ですが、三味線についてですが、今日持ってこられた時は実際のケースに入ってたように思うんですけれども、どのように足首になってるんでしょう。これがそうですね、3分割できるんですけど、この胴の部分と竿と天神頭の部分ですね、3つに分けて、ほんまに四角い小さい箱にコンパクトに収納することができます。でも演奏のたびに組み立てられてるという。そうですね、ほんまは長箱って言って長いこのまましまえる箱もあるので、そっちの方がお三味線の音は安定していいのですけど、やっぱりどうしても場所を取ったりするので、旅三味線とかって言って、折るって言うと言い方があれなんですけど、折るときは旅三味線って言ってちっちゃい箱に入れて、そうすると軽さも箱もものすごく軽いので持ち運びに便利です。ありがとうございます。市高さんは、舞妓さんを経て芸妓さんになられたということですが、芸妓さんになるには何どのようにすれば舞妓さんからなれるのでしょうか。大体舞妓さんを4年から5年ほどさせていただいてから芸妓さんにならさせてもらうのですけど、やっぱりこう周りがそろそろこの子も芸妓さんになってもかまへんのちゃうかっていうようなことを言うてくれはるようになってからじゃないとなりにくいっていうのもありますし、あんまり舞妓さんの期間が短いと芸妓さんになる重みがなくなってしまう、やっと慣れたっていうのがちょっと少なくなってしまうので、最低でも4年ぐらいはした方がいいのと違うかなと思います。ありがとうございます。では最後の質問になりますが、お稽古内容も舞妓さんと芸妓さんではまた違ってくるのでしょうか。そうですね、徐々に難しい曲やったりとか、お三味線もそうなんですけど、今小唄やったのでつま弾きをさせていただいたんですけど、普通はこのバチですね、象牙のバチを使って今度は使ってさせてもらうんですけど、その最初はバチの持ち方とかこう叩き方とかから教わって、だんだん曲も長い曲を教えていただくようになったりとかします。科目というか、あれはもう舞妓の時も同じという。はい、科目は一緒ですね。一緒なんですけど、やっぱ舞妓さんの方がこう朝から腕が張って、自分の稽古が終わっても上の姉さんの稽古を見させていただいたりとかさせてもらってました。ありがとうございます。